寝言をぶっ飛ばせ。ありがとうございます。さあ始まりました、はい、寝言をぶっ飛ばせ、はい、この番組は女芸人によるトークバラエティ番組となっております。そして毎回多彩な女芸人の方をゲストにお迎えしまして、はい、普段はツイッター、ブログ、SNS にはなかなか、あれ、こうか、SNS には書けないような番組ならではのトークや様々な企画などでバラエティに富んだ内容でお送りします。はい、放送はフレッシュライブとニコニコ生放送の同時生配信となっておりますので、見てらっしゃる方はぜひコメントの方を、書き込みをじゃんじゃんお願いします。お願いします。そしてこちら中野にあります中野 M スタジオより生放送でお届けしております。公開生放送となっておりますので、お近くにいらっしゃる方は台風の中ですが、ぜひ今からでも遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。ということで行きましょう。はい、はいはい、まずは出演者の紹介をさせていただきたいと思います。はい、恐縮ですが私からいきます。はい、今回、MC を務めさせていただきます、壇蜜さんのモノマネをやっておりますシマウトです。よろしくお願いします。では2回目となる今回のゲストの皆様、こちらです。ピン芸人の藤子と申します。よろしくお願いします。はい、藤子さん。はい、バルーンパフォーマーうっちです。よろしくお願いします。うっちさん、ありがとうございます。はい、ピン芸人たまに弾き語りなどしてるキミエと申します。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこのメンバーに加えて、後でねもう一方ちょっと今向かっていただいておりますので、お楽しみになさってください、はい、ということでまだコメントはないですね。あ、はい、じゃあ自己紹介。あそこ立ち上げてる。大丈夫でした。あ、少なくねえから言ってました。はい、ありがとうございます。いろいろありましてね、はい、ちょっと今日はでもね、こんなね、いろんなお天気の中ね、これだけのね、少数精鋭が集まったじゃないですか。本当にね、まさかこんなにね、風が吹き荒れると思わず。でもまだ意外と東京は雨が、あ、場所によるのかな、降ってないので、はい、中野は大丈夫でございます。はい、ありがとうございます。こんばんは、ありがとうございます。あ、見てます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんも本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃあどんどん行きましょうということで、今ね見て、あ、よ、うちだけ声じゃない、うちだよ、うち本名入れるな。確かにそうですね、うちは違和感なく呼んでましたけど、うちだけ声でございますけれども、うちでやらせていただきます。よろしくお願いします。じゃあちょっと一人ずつもう少し、うん、あの皆さんにですね、見ていただいて、はい、皆さんに自分たちのことをもっともっと知っていただきたいということで、はい、ちょっと詳しく自己紹介タイムに入らせていただきたいと思います。はい、すいません、もう僭越ながら私からいきます。はい、はい、私は、歴史と温泉を愛する壇蜜さんのモノマネ芸人島歌と申します。よろしくお願いします。ちょっとね、あの前になるんですけど、今年の5月に日本テレビのモノマネグランプリで壇蜜さんのモノマネをさせていただきまして、あとここにも書いてるんですけど、ちょっと歴史と温泉の研究をやっておりまして、温泉ソムリエとしても、まあ、お願いランキングに出させていただいたりとか、ウェブでコラムを書いたり講演などもさせていただいておりますので、なんとなんとかじゃないや、あの放送お付き合いよろしくお願いします。すると、ちょっとコメントが来てるんで後で読みましょう。じゃあどうぞ藤子さん。え、温泉は飲めるんですか？はい、なんかよく飲む。あの一応飲める温泉と飲めない温泉があるので、飲泉っていう飲む泉のところは全然飲んで大丈夫ですけど、それ以外とかは基本的には飲んじゃいけない。あ、そうなんですね。ですけど、ちょっとさりげなく味チェックはしますよ。香りチェック。あ、でも別に飲んでも大丈夫。飲んでも大丈夫なところではもうガツリ飲みます。へー、はい、そうです。水筒持ってこうじゃ、はい、ただあのソムリエって言ってますけど、あの別に味でここはどこどこ温泉だとかできるわけではないんですけど。いや、それできたらすごくないですか。ね、ちょっとね、温泉をテイスティングみたいな、テイスティングみたいな、ね、指つけて、あ、これは何々温泉だ、うん、多分そしたらもうここにいないですね。はい、大丈夫です。じゃあ藤子さんお願いします。あ、お願いします。あ、ごめんなさい、すいません、すみません、普通のことしか書けなくて、藤子と申します。はい、はい、ピン芸人をやっております。とにかく何でもいいので仕事をください。一
一番仕事やってそうな格好してる、ね、そうです、ね、コメントでもジムのおばちゃんそうそう仕事帰りみたいです、はい、でも風熟ちゃんって言って、はい、ありがとうございます、こっちか、ありがとうございます、ね、本当だな、あ、てかさっきなかったのにこんな、はい、あ、 あ、 あんまりちょっと仕事感を仕事感、はい、あとちょっとやっぱり寒いから、あ、そうか、暖かいかな、何しろこの信用金庫感がすごいですよね、はい、そうですよね、決して都銀ではない信用金庫感が、ね、絶対裏切らない感じ、本当に、ね、お金借りるならここからみたいな、そう、貸します、全然貸します、うん、貸してもらえます、ただ人によってちょっと額は、あ、やっぱ信用金庫、ちょっと後で聞きたいです、ね、はい、1万円から、あ、1万円、え、少なくないですか、融資が、まあまあ最初なんで、はい、あ、ちーさん、5000円、あ、信用な、絶対利子高いやつで、いやいや、そうなんで、キミエちゃんですか、キミエさんは意外と3万円、キミエさんめちゃめちゃ働いてるじゃないですか、働いてます、ね、あ、そう、そう、めちゃくちゃフリーターですよ、あ、ちゃんとフリーターやってます、私が働いてないのがバレてました、働いてないですけど、そういうことではなかったんですけど、はい、なんかそんな感じにしちゃってたら、ただ見た感じで風船かぶってるやつにお金貸そうとは思わないですよ、思わない、5000円でも貸してもらえるだけ、高い方で貸せない人もいるわけですから、じゃあ、後でちょっとね、はい、はい、いつでもお金に困ったら入ります、ということで、藤子さんです、よろしくお願いします、うっちさんお願いします、はい、私、お笑いバルーンパフォーマー、うっちと申します、ありがとうございます、昼はバルーンパフォーマー、はい、夜は下ネタやらせていただいておりますんでね、はい、あのリクエストバルーンとかね、まあ、大体家電量販店とか行かせていただきまして、はい、お子様にあの風船のリクエストとかいただいて作ったりとか、あとバルーンのネタやったり、ね、まあ妙齢でございますよね、アラフォーコントをしたり、はい、いろいろしております、はい、まあね、夜は下ネタということでそれあのちょっと一応確認してきたいんですけど、夜って何時があるんですか、夜はね、もう日が暮れたら夜ですよ、もうなるもうなったら夜です、ありがとうございます、あのこの間シモングランプリという大会がございまして、はい、7月21日おなにいいの日にこれは政府なの、政府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 、あ、政府ですね、何にあったんですけど、そこのグランプ、あのシモングランプリで、準優勝だ、おお、すごい、ありがとうございます、え、これすごいって喜んでいいやつですか、いいです、いいですよ、大会の準優勝で、あの女部門がありまして、その女部門では優勝、すごい、ありがとうございます、他どんな方が、はい、他はですね、すぐやれるアイドルアイドルじゃないですよさんとかですね、まあ、あとは笹くれさんとかね、いろいろ、まあ、ちょっと結構そのダンサーさんとか、はい、はい、いろんなね、あのナマズをね服の中に入れてあーとか言うとかされる方とか多数ねいらっしゃったんですけれども、はい、その中で優勝させていただきました、もうちょっと近もぐらいなのでできないですね、ちょっとこのフレッシュっていう名前のそうですね、ニコニコ生配信はできないですね、配信はちょっとそのやったネタの配信はできないかなっていう感じがあるんですけれども、はい、あの今後ともねぜひよろしくお願いいたします、うちさんでーす、さあ決めていきましょう、はい、先ほども申しましたが、ピン芸人のキミエと申します、そして、たまにギターをちょっとやってるので作詞作曲をしていて、弾き語りとか、うんうんうん、なんかいろんなライブのなんか曲を作ったりとかもしてて、すごい、そう、もう本当提供みたいな感じもしてるんで、私も仕事が欲しいです、はい、てか人気が欲しいです、よろしくお願いします、切なる願い、あ、そうなんです、今日あの途中までなんで、あの、はい、後輩いないんですけども、うん、本当優しくよろしくお願いします、もう一人ね、もう一人入れ替わりぐらいなで、ちょっと、ね、連絡待ちをね、はい、してくださいますんでね、はい、ということでちょっとコメントも読む、はい、ちょっとね、ちょっとだけ、ね、こんな天気じゃなかったら会場行ってたの、まあ、その通りでございます、でもまあ見てくださってありがとうございます、本当によろしくお願いします、はい、むしろあの的確な平均年齢35ぐらい、もう何歳なんだろう、もうちょい若い、ちょっと後で算出しましょうか、そうですね、確かに前半と後半で変わるかもしれない、今のうちに平均出した、今ね、今出したところによると、うん、はい、34です、おお的確ぐらい、 33.5 ぐらい、あ、全然若いですね、若いでしょ、もう
ね、それを若いって言うとねバレちゃうんで、いろいろと違う意味でね、ジムのおばちゃんでね、ありがとうございます。まあまあ、などなどいろいろといただいております。お金貸してくださいって、はい、はい、あの保険証と免許証をちょっと貸していただけたらいつでも、結構そっちの方が危ないじゃないですか、しっかりね身元を確認させていただいて、身元確認の、はい、はい、じゃあ早速なんですけど、はい、せっかくなので、はい、ネタをねちょっと見ていただいて、なるほど、はい、こういう芸をやる人たちだよっていうのをですねちょっとかいつまででも全然じっくりでもいいんですけど、ちょこちょこっと自己紹介、自己紹介がてら、はい、自己紹介、じゃあきみえちゃんからよろしいですか。はい、ネタかぁ、ね、やるって聞いてなかったから、ね、今日ねちょっとねネタをやりますって皆さんにお伝えしなかったんで、ざわ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 してますけど、いやもうあの普段ピン芸人の時はコントを主にやるんですけど、ちょっと今日はかいつまんでっていうのでショートコント、じゃあちょっとやりたいと思います。はい、ちょっと本当にやり慣れてないんでめっちゃカンペ書いてありますけど隠すつもりがない、ね、ないですね、もうホワイトボードマジックって書いてあるんでここフリップなんじゃないかじゃあ行きます。ショートコント、マッチ売り、マッチどうですか、マッチどうですか、あ、マッチどうですか、買いませんか、あのすいません、マッチ、あの誰も買ってくれないな、クリスマスなのに。でも地球温暖化で全然寒くないんだよな続きまして、いないいないばーないないばーいないいないばーいないいないばあら、愛想笑い、なんて気の使える子なんでしょう。そう、最後、いきます、最後、あーん、はい、あなた、あーん、うん、おいしい、はい、あーん、おいしい、うん、おいしい、はい、あーん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 、そんないっぺんにカロリーメイトは食べれないよありがとうございました。深い深いね、深いね、パサついて、あ、終わった、ありがとうございます。素晴らしい、キミエさんのショートコント、本当にさっきここ来てから、うん、どうしようって言って考えてたじゃないですか。そう、焦った、ね、すごいっすね。じゃあ普通の人にコント5分以上あるから、そうそうそう、もう炎上しますもんね、いつまでやってんだみたいな、ちょっとね、そうそう、コントっていつも長いもんね、うん、そうです、うわ緊張した斬新者に、私のネタ全部5分以上あるんですけどって震えますよ ねいやもう1分2分でいいよって言われたそのフレーズに、うん、いやそれいいよっていう意味じゃないからみたいなそれが難しいんだもんね、それが難しいです、わかるわ、はい、ありがとうございます。素晴らしい、ここで作ったネタとは、フレッシュ、まさにフレッシュメンタです。フレッシュ、じゃあ C さんお願いします。はい、ありがとうございます。改めまして、お笑いバルーンパフォーマーのうちです、よろしくお願いいたします。じゃあ早速作っていきますね。皆さんこちら出ました、皆さんもご存知、そう、風船の新色でございますね。新色、誰で知らないですか皆さん、すごいね、ほらほら、新色で作っていきたいと思います。ね、これドキドキしちゃう、風船に、ドキドキ、何風船ドキドキしてんのまだ早いわよさあこちらはね、ぐるぐるっとして、さあこちらを銀色なんですけど、銀色、はい、うちは今一生懸命玉を作ってますよ、ほら玉、玉、玉、夜の会社に行っちゃうわよ。いやいやいや、ねえ、いやいや、そんな、えらいことは一切言いませんよ、可愛い作品作っていきますね。男の子が刺したり、そして振ったりして遊ぶ、そんなもの作っちゃうか、この穴の中にみんな入れたらできちゃうよ、あれができ、あ、入れたらできちゃう、何ができちゃうの、はい、剣でーす。なかなかに人気な剣を作らせていただきました。ごめん、私が汚れてるからちょっとドキドキしちゃった、ドキドキしちゃった、ドキドキしちゃった、じゃあ刺しちゃうということでね、はい、こちらね、お客様にプレゼントしていただきます、ございます。こんなうちのね、ピアノハートを最後ね、お見せしたいと思います。作ってきました、じゃん、おお、かわいい、かわいい、ね、でも真っ黒だし、こんな真っ黒なハートじゃ嫌ですよね、ということで、ワン、ツー、スリーで、よいしょー、はい、ピンクに変身ハートですすごい、だって黒ずんでたら嫌でしょ、やっぱピンクがいいよねっていう
ということでうちでした。ありがとうございました。あの、後で何か作りますね。うちさん、あのリハーサルあったんだったら言ってもらえませんか、うん、普通にびっくりしてました。大丈夫、心臓バクバク、心臓バクバク、大丈夫かな、うん、すごい、さすがですね。ねえ、持ってね、普通の女子のリアクションめっちゃ恥ずかしい。やだ、最悪の女子のリアクションだったね。キャー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 。持って帰りにくい、確かにね、こんな風強いのにね、みんなすぐ割れちゃう。そうですね、すぐ割れちゃう。あれが飛んできてもちょっとやだ、しぼんできちゃったちょっとあれ面白いですね。やだ、皆さん見て、剣がこんなにしぼんじゃったそんな綺麗にしぼむんですか、ね、こんな気持ちよくしぼむ。ありがとうございます。これをまた渡すっていう、ね、すごいね。ありがとうございます。あ、どこから空気抜けたらあそこだけしぼむんですか。多分ひねった時に摩擦で。ああ、そうなん、真面目な質問しちゃった。終わったってことなんだ。そう何が終わりましたからね。確かにね、ネタ話ですよね。ネタ話終わったらしぼんじゃう。そう、今信じなくて出るんですね。一瞬わかんなかったです。じゃあそんな藤子さんお願いします。お願いします。ね、ちょっとなんか私のネタ完全にキメちゃんが可愛い声出して私のネタの感想一切ないって。ちょっと書いて、書いてください。書いて書いて。はい。藤子さんがちょっと毎日毎日、はい、私は事務室の。机に座って事務作業、事務員は体力があり余る、仕事帰りに空手スクール、ギャップだね事務員がみんなおとなしいと思ってたら大間違いですよ。ぷん、ありがとうございます。びっくりする。がっつりやる感じかと思ったら、あのさ、これオープニングでこっからなんか入るのかと思います、はいはい、でももうテンションはがっつりだったんで、はい、やりきったと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。びっくりしちゃってます。はい、テンション、ちょっと次はもう1分ぐらい長めにやろう、はい、楽しみにしてます。でもジムコ、ジムコさんいただきます。あ、はい、ありがとうございました。うまいこと言われた。ジムコです。ジムコさん、はい、ジムコと申します。ジムコじゃなくてジムコ、ジムコと申します。はい、ジムコ、ジムコです。ジコ、ジムコ、なんかコービーみたいになっちゃってる。はい、藤子 F 藤尾さん、ジムコ、ジムコ、ジムコ F 藤子愛さんばっかり。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ私も便乗して、みんなでくれるよ。便乗なさらず、たっぷりたっぷりどうぞ、はい、じゃ あ, あのせっかくなので壇蜜さんのモノマネということでやらせていただいておりますので、こっちですね。こんばんは、壇蜜です。よろしくお願いいたします。あの壇蜜、最近は結構真面目な政治とかを扱う番組にも出させていただいてるんですけれども、なぜか何を言っても艶っぽく聞こえてしまうらしいんです。例えばかの北の国がミサイルをバンバン撃っていた時期にコメントを求められて、壇蜜こう言ったんです。将軍様、発射するの早くない？そんな、怒られましたでも世の中には私のように真面目に丸々していても違うように聞こえてしまう方って結構いらっしゃって、特にミュージシャンの方に多くお見受けしますので、今日は何人かご紹介したいと思います。あのぜひこちらの皆様もね、乗ってくださいね。よろしくお願いいたします。では、私の一番思っているあの平成の歌姫の浜崎あゆみさんなんですけれども、彼女何万人も入るドームなどでよく通話されるんですが、なんとあいうえおの5文字だけで歌と MC で会場全体を盛り上げてしまうんです。ご覧ください。あいうあいうえいうあいえいいうおうあうえおうあいいあいあいうおはい5文字でしたね。
もう一つだけ、歌手にとっては非常に大変な事態になるも全く歌い方に支障がない優しい気持ちを歌うチャラさんをご覧ください。泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知るのよ。はい、影響なかったですね。まあこんな感じでいろんな方がいろんな勘違いをしてもしっかり魅力を最大限に生かして人を楽しませている。私も艶っぽく聞こえてしまっても強く太く生きていきたいと思いますので。ありがとうございました。何最後のそこだけ出てるんですか。どうしたんですか。何かありました。いやちょっともったいないなってお金を払いたいぐらい。ただで見ちゃって悪いわね。なんだろうな、使われました急に。あ、ですね、ちょっと取ろうか。みんな眼鏡なんすね。しまうじゃ、ちょっとまた昔みたいに肉ついたって太ったって言われてます。あらら。あ、でも昔からかなり痩せましたもんね。いや、また戻ってるんです。あ、戻ってるんですか。戻っております。そういう風に見えない。ちょっとね、今絞ろうとしてるんですけどね。はい、絞り前。粗引きだな。ビフォーだから覚えといてくださいね、ビフォーだから。はい、下ネタ率も気がついちゃいました。やっぱりね、芸歴重ねるとなんかね、上も下もみたいになっちゃいますよ、ね、普通のネタも下もみたいな。ハードルが下がる。これぐらい別に普通だなってそうかもなってきた。そうですね、確かに、ね、楽屋でも結構言うじゃないですか、みんなぶっちゃけて。なかなか、まあ、そのテンションで、ね、一般の人と喋ったら危ないですよね、はい、そうです、気をつけないと、はい、プチューコンドで見てありがとうございます、本当に失礼いたしました。ビフォーは10年ぐらい前でいい。あ、いや、ね、10年だとちょっと細くて、あの8年前ぐらいが多分一番いい時期が、油がのいろんな意味で油が乗ってる時期が。あの八代優さんとかとのライブやってた時、はい、あ、私がね、結構、はい、パンパンだった。スーパー、あの女芸人あるあるだと思うんですけど、キャリー迷うって一回太るってないですか。あ、あの男の芸人さんもそうかもしれないですけど、じゃあわざと太ったの。まあわざとと怠惰の生活とダブルパンチ。私はね、坊主にしました。あー、いましたね。キャラに迷うと一旦坊主にする。あります。私もキャラに迷って金髪にしました。やっぱそう、髪型と体型で、で結果あの太るとかも才能じゃないですか。で意外に太る才能がなくて、ただのなんかゆるゆるの人みたいになっちゃって、デブまで行かなくて結局戻すって。キャラにしたかったわけです。キャラにしたかったんですけど行かなかった。藤子さんがずっと変わんない。変わんないですね。なんだ、骨折ったりした方がいい。キャラじゃなくて怪我ですから。何をしたらいい。ただの怪我ですか。ただの怪我ですか。ただの怪我。何をしたらいいですか。もしなくていいですよ、藤子さん。藤子さん、コンタクトにします。じゃあ、あー、それならすぐできますもんね。でも、藤子さん、眼鏡外してても、眼鏡外してなくても藤子さんなんですよね、イメージとして。茶髪にしてみるとどうですか。そっか、真逆みたいな。あ、一回外してみますよ、一回。で、髪もちょっと取ってみます。あ、取りますか。はい。結構セクシーなお姉さん。いや、ならないです、ならないです。ならないです。なんか誰かに言ってる。でも誰かに言ってる。あ、女優さんだ。あの、科捜研の。あー。彼が出てこない、出てこない。科捜研の、でもや、沢口靖子さん。え、本当ですか。沢口靖子さんはもうモノマネしてるから。じゃあ、靖子、もう一人すごい綺麗な女優さん。じゃあ、メルヘン須永さんのモノマネをやりましょう。いや、もう訳が分からない。あ、だけな、すごい似てる人いる。高木美穂さんには。高木美穂さんが似てる。似てる。似てるって言われて。確かにそうかもしれない。確かに。金さん。え、金無限ダンちゃん？ダンデイ。ダンデイ。いや、ダンデイ。怒られます、怒られます。ダメです。いける、いける。いや、それはダメです。それはダメ。高木美穂ぐらいでやめてください。やめてください。やめてください。でも確かに高木美穂さん今、農園とかやってるから、これはありますよ。あ、そうですね。このまま。これをちょっとモンペみたいにしたら、そのまま高木美穂さん。あ、そっか。じゃあ畑やればいいかな。畑はいいと思いますよ。じゃあ、畑走ってるって。まあね、畑をやってる人もいるんですよ。あ、いいです。ちょっと、芸人じゃないんですけど、ぬか漬けやってる美穂さんが、最近畑を始めてて。確かにここ二人段になるんですね。段、段でちゃったんです。みんなじゃあ、なんか段作りますよ。ダンフミ、ダンフミ、あともう一人ダン入れます。ダンカン、ダンカン、ダンカンいいじゃん。ここはダンいないんだもん。ダンカンすごい。
全治6ヶ月入ってる方はいらっしゃいますね、芸人さんでね。ああそうか、はい、いらっしゃいますね。じゃあ男性ですけど、8ヶ月、はい、ちょっと大怪我なんですね。8ヶ月。あ、鈴木沙和さんにも確か似てるかもしれない。ああ、ちょっと苦手な方だった。あ、もっと言わない方がいい。もっと言わない方がいい。もっと絶対言わない方がいい。ちょっと言わない方がいい。絶対言わない方がいい。見てください。アーカイブに残ります。あ、じゃあちょっとここだけピーって。ここだけちょっと。いやー、いやー、でもなんかすごい自信のある方じゃないですか。あ、沙和さん。はい。だからなんか。劣等感を持ってしまう、そういう人に逆になんか自分はリーダーシップを取れないのでくすぐられるんですね、その自分の闇を。はい、すごい上に立つ人をちょっとじゃあ藤子さんの闇の部分が見えてきたところで、はい、トークコーナー闇全開で言っていただきたいと思いますということで、ここからはトークコーナーです。はい、いろんなテーマをちょっと出していきますので、それに沿っていきましょう、はい、最初のトークテーマはこちらです。今年の夏より暑くなったマイブームということで、今年すごく暑かったですが、それよりも自分のマイブームの方が暑かったぜっていう、ちょっと暑い違いですけど、今年の夏なんかありますか。はい、暑くなった夏ありますか。すごい大したことなくて申し訳ないんですけど、暑いんですよ、暑いんです。そう、暑い。私野球が好きで、はい、野球もやってるんですけど。あ、そうか、ミラクルキッシーです。あ、そうなんです、はい、現役の一応草野球選手なんですけれども、はい、現役のね、現役の、はい、はい、で野球の動画とか結構よく見て、うん、プロ野球も好きで西武ライオンズファンなんですけど、はい、でなんかいろいろ YouTube で動画見てるうちに、たまたま中日ドラゴンズの、はい、マスコットキャラクターのドアラっていうのが書いて、その動画を見てめちゃめちゃドアラに今ハマってます。ドアラにハマってる。今ドアラにハマる。今そう、今ねちょっと遅いですよね。ドアラってなんか特別なことするんですか。ドアラ普通のキャラクターって多分イメージだと、はい、だいたいプロ野球の球団、どこの球団にも一つずつマスコットのキャラクターいて、だいたいまあミッキー系の。ああ、すごい。ドアラ、おお、え、ドアラ、ドアラ、ドアラ、え、なに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 、すごい、大好きなドアラが、え、なんですか今のは、今のはドアラです。え、自分の家のテレビとかでもできるんですか今、コメント欄で、何、え、あ、そうなんだ、すごい、ちょっともう一回見たい、もう一回見たいってことか、わあ、ありがとうございます。だからコメントに謎の惑星が見えるもん。ドアラ、ちょっと見たい、もう一回見たい。いや、ドアラです。見なきゃいけないとか見てない。ではコメントで弾幕で作ってくれたんじゃないですか。そんなすぐ作った。何弾幕って。弾に反応するみんな。チームは強いんだぞみたいな、こういう、はい、キャラなんですよ、うん、でもドアラはもう普通なんですよやる気がないように見えるんですよね。ずっと他の球団のマスコットも大体こうアクション系 の、はい、マスコットはそんなにいっぱいがっつり、ね、うん、着ないですね。着ないんですけど、うん、ちょっとこうやっぱ肩をがっしり見せたりとかぐらいはやってるんですけど、ドアラはもう本当にもう素の体なんです。あ、そうなの。そんなことなかった。顔だけコアラ、大きいコアラがついてて、顔だけ大きいコアラ、青い、急に怖くなってきた、青いコアラ、怖くなってきた、中日のが、はい、こんなんで、そう、そういうキャラで、はい、あれは DNA のその常識を覆したキャラクターじゃないですか。星のやつですかね。そうそう、あれがもうその今言ってたにバク転したり踊ったりしなきゃいけないから、だいたい手足自由なのに、なんか DNA だけ完全にもう関節1個しかないような丸々として転がることしかできないようなキャラクターになって、わかりますよね。
そうスターマン、ハムスターマンだっけ、ハムスター、そう、ハムスターめっちゃ可愛いんですけど、そいつだけなんかみんなチアとかがめっちゃ踊ってて、もう手を叩くことしかできないんですよ。叩くことしかできない。バボちゃんじゃん、バレーボール。バボちゃんだから、バボちゃんいた。そう、あれどうしたんだろうと思って。でもそっか、ドアラ、じゃあ今、グッズとかは集めたりしないですか？いや、そこまではまだ。そう、正直私今までそういうなんかゆるキャラ好きとかよく言ってハマってる人とかを見てちょっとなんかバカにしてたんですよ、はい、そんなの偽物じゃんって思ってそうでしょ、そうだから自分がこんなにドアラにハマると思ってなくて、でもね、可愛いんですよ。毎日あのドラゴンズのホームの試合で7回に爆中をするシーンがあって、はいはいはい、でその時に特別な1回ひねりを入れた爆中を、難しい爆中をして成功したらなんかちょっと縁起がいいみたいな、その日の失敗することもあるってことですね。そうそう、今ね多分ね6割7分ぐらい今年、怖い怖い怖い、今シーズンの成功率、怖い、でもそれみんなお客さんも楽しみにしてて、だからそろそろ7回かなと思って、今日成功したからってちょっと気になってます。今そっか、今日どうだったんですかね。なるほど。キメイちゃんとゴチさん、なんかお気に入りのゆるキャラとか今までいたことあります？お気に入りのゆるキャラ、ゆるキャラをそんなに知らないですけど、でもやっぱフナッシーとかやっぱ有名。ああ、別にハマってはない。ハマらないです。私もどっちかというとだから昔の藤子さんみたいな感じで、やっぱ作り物だし、で中人形だしっていうのが結構強いんで、そんなにハマんないかな。私キミエちゃんがハマってるというか、キミエちゃんのイメージでもキュウリしかなかったんですけど、今もハマってるんですか？キュウリハマってます。いまだにキュウリ食べてます。ハマってるっていうのかな、分かんない。主食でしょ？主食なんですよ。だからキュウリが好きとかハマってるから、キュウリがあればもうそれでいいぐらいなんですよ。人生キュウリだけど、最近はその天気の関係とか、うん、だから野菜が高くて、私今年の冬、まあ、去年もそうですけど、うんうん、あのお鍋を全然食べてないんで、んお鍋もだから野菜、だからお鍋も高いからキュウリも食べてなくて、本当にもやしばっか、うん、もやし差し入れでいただいたらちょいちょい食べてますけど、うん、もうもやしばっかで、じゃあキミエちゃんの差し入れをぜひキュウリで、キュウリがいいかな。生物ね、前私がそのなんでしょうね、ガリガリ君も好きなんですよ。ちょっと差し入れにはね向かないけどね。だけど差し入れでくれる人がいて、でたまにたまたまその会場が冷蔵庫、冷凍庫があったからよかったんですけど、本当に冷凍庫がない時にガリガリ君を5本ぐらい差し入れて、これは私はそのネタの前にお腹壊させようとしてるのかみたいな。なのでそのまあなんだ、生物はあれ控えた方がいいかなっていう。そうです、ね、まあアイスはね、アイスはね、もうでもね、そうそう、時期的にも私が熱くなることってないんですよ。そういえばこのトークテーマですけど、そんなに熱くなる、イメージつかない。キメちゃんが熱してる、私が何かに対して、あ、でも一つハマってるのは、あの特ダネのニュース番組、ニュース番組特ダネあるじゃないですか、のあのお天気予報士さんがいるんですけど、はい、その天達さんって知ってますか？天達さん、わかります、わかります。めちゃくちゃ好きなんですよ。まさか天達さんにハマっている。すげえ好きで、もう男性でこんなに好きっていうの、矢沢永吉とあの天達さんぐらいですよ。本当にいたな、結構な人いましたね。ただ天達さんも本当に可愛くて、可愛いんですか？カピバラと一緒に温泉入ってるシーンとかも、私鼻血もダラダラ、もう鼻血、もうバイト先の休憩もバイト朝からっていうか、その早朝からやってるんですけど、もうちょうど天達さんが出る時間に休憩取らせてくれって言って、そんなにやばハマってんだね。めっちゃハマってる。今日なんか多分めっちゃ出てるでしょ、台風情報出てるんですよ。スタジオまで来ちゃったんですよ。あの天達さんって基本的に外でしか天気予報をお伝えしないんですよ。スタジオに来て小倉さんと絡んでるんですよ。で運がいいと、その後のノンストップっていう設楽さんがやって、はい、バナナマン設楽さんがやってるニュース番組にも、あのじゃあ、ね、気象予報士の天達さんに来ていただいてますって、天達さんそこにも出たりするんですよ。もうその時はバイト先でちょっとあの一服いいですか、本当申し訳ないです。天達さん見に行って、天達さん見るために、すごいが激アツする。だからもうドアラと一緒ですよ。あ、まだね。ドアラ、天達さん、今ちょっとなんか今ちょっとしりとりみたいになっちゃったけど、違うか、違うか、天達ドアラ、ありがとうございます。っていう感じですかね、暑くなったってことといえば。めっちゃ暑かったもん今、キミちゃんから初めて感じる。そんな熱を感じた。天達さんの話するとテンション上がっちゃうな。ただね、一応来ましたよ、共感できないってこと。おーい、おーい、共感でき
またさちょっと今度画像検索したらもうすぐ画像検索で出てくる。いや出てくるけど、さらに可愛いとはならないじゃん。私フォルダ作ってますもん、またえーで、なんなら私天達さんのラブソング作りましたから。どうせちょっと聞きたい。いやじゃあ今度ねツイッターかなんかに載せようか。あー聞きたい。絶対 YouTube とかに上げた方がいい。いや本当でもやばいですよね、やばいやつ。いやいいと思う。本人がそう聞いてくれて、あ取り上げられるかもしれないし。一回天達さんの画像を作って天達さんをタグ付けしたことあったんですよ、特に全然拡散されないしなんで拡散してくんねえんだよと思って。いややべえやつだなさらに今見てくれてる方が検索してますよ、君へ天達。天達君へ天達さんと出てこない。出てこないんだ。何で検索出てくるんだ。まあでも君へで検索して、あ前のその天達傘まで、あの天達さん傘を買って、うん、そうか自分が傘を持ってる写真をアップしてたんですよ。それをなんか編集してアップしてたんで、天達傘君へだったら出てくるかもしれない。だそうです。はい。ぜひぜひ。はい。じゃあ、はい、あの次のテーマに行く前にですね、はい、ここでもう一方到着しましたので、この方です。イエーイ。イエーイ。イエーイ。すいません本当に遅くなりました。東北は秋田県からやってきた沖村ちちまじ大村小町です。遅くなってごめんなさい。遅くなりました。本当にとんでもねえことって。あでもな全然雨降ってねえから、はい、あの全然あの風にはバサバサってされてきたけども、はい、濡れずに済んでよかったよ、はい、小町さんちょっとお願いがあるんですけど。何今ねチラッと画面見えたんですけどね、うん、立って挨拶した結果、おでこから上全部切れてる。あ、そうだ。もう一回ちょっと座ったら自己紹介でいいですか。あ、そうですか。はい、あの秋田県民です。あ、こちら。はい、秋田県民です。どうもよろしくお願いします。名前、名前、名前。大村小町と言います。木村市。あ、来た。すごーい。来たよ。あんな技あるんだな。かっこよかった。これちょっと、無茶ぶりしても出してくれるんですか、名前ですとね。どうなんだろうな。天達さん来るか。天達さんやってほしい。ね、難しいよな、うん、すごいね、まあ、平均年齢は確かにアップしているけどね、ちょっと上がりましたね。まあ、別に年齢がね、女性の良さは関係ねえよ。そうだそうだ、ね、なんだですよ、ね、ということで、小町さんをに加わっていただきましたので、はい、次のトークテーマに行きたいと思います。お願いします。はい、じゃあ結構盛り上がってるのでこれでいきましょう。これって私だけ、まあ、何かこの私はすごい普通にやってるけどおかしいって言われるとか、逆にみんなやってると思うんだけどどうみたいなアンケートでもいいんですけど、何かありますか、うん、あこれ挙手制なんだ。挙手制で、はい、少ない人数なんですよ。順番に呼べばいい、そういうわけじゃないのか。いそうか、はい。お小町さん、じゃあ私な、趣味の一個に、はい、あの銭湯行くのが好きなんですよ、はいはい、そう、銭湯、あの、あれですよ、その高いやつじゃない、460円で行けるやつな、はい、そう、460円で行って、で、お風呂の水風呂があるところってあるじゃない、はい、ありますね。で、あっちお風呂さ入って、あーもう耐えれねえっつって、次お水さ、ジャボって使って、はい、あーもう寒いっていうのを7回から10回繰り返すんですよ。そうすると大体1時間半から2時間ぐらいになるんですが、はい、ちょうどうまくいくとそれで2キロ減ります。ええー、まあ水分だってのは分かってるんですけれども、入った後に体重計乗るとテンションが上がるっていうワンキレッションがおすすめですが、私だけでしょうが。いやなんか恋愛よくありますけど体重減らないっすよ、ね、汗めっちゃかかんだよな。あでも私も我慢系でいくと、うん、我慢系我慢かな、我慢系だとそのなんかすごい我慢するのおしっこなんですよ、うん、体に悪いよ。いやこれ本当に体に悪いからやんない方がいいかもしれないですけど、うん、どうしてもそのトイレ行くまではおしっこしたいかなぐらいなんですけど、うん、おしっこしたいかなぐらいでよく家でやるのが、うん、その便器に座ってからが本番なんですよ私。座ってから便器に座ってパンツを下ろしたあたりから本番で、うん、そっからどのぐらい耐えられるかっていうのを、うん、なるほど、ちょっと時間あるとやっちゃうんですよ。じゃあ安全な状態を確保しながら我慢するんだな、うん、我慢して、で、うん、安全な状態って人間って分かると、うん、本当にしたくなっちゃうんですよ。だからトイレが目の前あったら行きたいなってなるぐらいで、うん、だからそのもう自分を追い込んで追い込んで、でその後に例えばまあスマホでもいいですし、まあ、漫画でもいいですけど、ここまで読まないととか、ここまでやらないとおしっこしちゃいけませんって自分に制限をすげえ
つけるんですよ、うん、へ楽しいんだ、うん、これが多分ド M クソド M なんですよ追い込みたくて本当にキミちゃんだけでもなんかウッチーさんちょっとやってそう、うん、私はおしっこを出しながらちょっと止めるっていうのはやってるそれこっちの方が体に運動でしょ運動になるんですよ、ね、それあの本当にあの正しい婦人科の知識で、あのなんか女性とか出産とかしたらどんどん緩くなっちゃうから、うん、そうやってなんか体操するらしいですよ。へえ。引き締めるみたいな。ちょっと推奨されてるのを見たことある。ちょっとトイレから離れましょう。そうです ね, ね, このね。ちょっと熱くなっちゃった。普通に純粋なやつでも私そうあのなんかこれ言いたかったんですけど、あのカップ焼きそばってあるじゃないですか。うん、で私そういうのあんま食べないんですけど、うん、もう差し入れいただいた時になんか。お湯もったいなくないですか、お湯捨てるの。あだから、ね、うん、どうしてもそのカップラーメンを一緒に買ってきてって、ははははだついでにカップラーメン追加してそのお湯をカップラーメンに入れて全部食べる。ぬるくなっちゃって、ぬるくて、でも熱々で入れて、でまあ私2分ぐらいでやっちゃうんですけど、あげてでカップラーメンに入れたら結構両方できるんですよ。で汁も飲めばトントンじゃないですか。でも結局2食分食べてるってことでしょ。まあそれはいいとしてすごいね。あのさ、どうしようもどうでもいいかもしれないけど、これカップラーメンでねしてカップ味噌汁だばどうなの。ああそれで、でもカップ味噌汁って量が少ないんですよ、カップ自体が、うん、だから結局余るっちゃ余るっていう。なんか昔ありましたね、それをちゃんと余なんかその汁を大事にしてほしいみたいなので、なんかスープついてるカップ焼きそばありましたよね。ありましたね。あの北海道しか売ってないあの焼きそば弁当でしょ。焼きそば弁当、焼きそば弁当っていう名前でスープが中に入ってて、うん、ね一緒なのだよね、あれ見たことある。秋田ないんですよ。秋田ね、焼きそばバゴンっていうやつ破壊力がバゴン、確かバゴンもついてた気がするんだよな。どうだったかちょっとクエスチョン、うん、焼きそばバゴン、バゴンは確かわかめスープ、そう、確かついてた。素晴らしい、よくご存知だ。へえ、あるんだ。そっか、 UFO しかわかんない。え、東京でも売ってるって焼きそば弁当。北海道はあの違う種類も売ってる。違う種類、そのスープの種類、スープじゃなくて麺の種類、焼きそばの種類が違う。塩焼きそばとかソース焼きそばとか、あとなんかね、トウモロコシの入ってるやつ。トウモロコシの美味しそう。なるほどな。じゃあプレーンのやつは東京でも売ってて、他のも食いたかったら北海道行かねばになんだ。そういうことだな。はい、ネットで売ってますけど。なるほど。じゃあキメちゃんには次あのキュウリと焼きそば弁当をあの差し入れて。焼きそば弁当だったらね、すぐせびってる。なんとなくね、すぐちょっとそうした。うちさん何かあります？私言葉でしたっけ、何でしたっけ。私だけ、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 こだわってるわけじゃないですけど、はい、私すごい静電気を結構溜め込むタイプで、はいはい、で風船が原因じゃないですか。確かに風船もね、そう、風船でもすごく髪の毛全部持ってかれちゃうんですよ、静電気で。あ、でも、うん、静電気がすごい起きるんで。でこの夏場ってちょっと手に手汗かくじゃないですか、はい、で、ご準備ありがとうございます。美味しそう。チーズが入ってる。そうだ、すごい。思いつきで言ったけど、あ、当たってよかったわ。ネットってすごいね。すごいな。あ、ご飯のことは心配しなくていいです。私自炊やるんで健康的ですけど。よかったよかった。そうです、心配しちゃった、ね、まあまあ食ってなさそうな体だし、これだけ聞いたらね、うん、ちゃんと料理するんで大丈夫です。ごめんなさい、ウッチさんの話。静電気、静電気で、で手汗かいて、あの切符じゃないといけない区間とかがあって、そのパスモが持つ使えないところで、はい、田舎のね、そう、でその磁気切符を持ってると大概使えなくなっちゃう。本当にピッて入れたらパゴーンって言って、パゴーンって言われなんじゃん、使わなくなっちゃって、でもう駅員さんにすみません使えませんって言って、妖怪時期減らしだ、時期減らし。そうなんです。クレジットカード、クレジットじゃない、銀行のカードとかもうすぐダメになります。クレジットカード、あとあの通帳もあの、はいはい、いつも人物的がおかしくなってます、はい、スマホとかかかるだろうしな、スマホは分かんないですけど、スマホ大丈夫、スマホは大丈夫ですね。あ、スマホ大丈夫なんですけど、一度なんか自家発電、ここを踏むと発電しますみたいなのがあの渋谷の、うん、なんか建物であって、で私あ発電させてあげようと思って踏んだんですよ、はい、うん、そしたらスマホがザーっていうようになっちゃって、
で発言をしちゃったからなんか多分分かんないんですけど、うん、私が持ちながら踏んだからなのか、はい、であの電話がかかってきたら「はいもしもし」って出たら「ザーザー」って言うんで、うん、こういうとこから電話かかってきたって切ってでまた電話かかってきて出たら「ザーザー」って言うから「あやっぱ怖いところから電話かかってきた」って切ってで「あれ待てよ」ってこれ私の携帯が悪いのか持ってて実家に電話したら「ザーザー」って言ったんで「あ携帯が悪くなっちゃったんだ」と思って。うんまあ、電源を落としたら治ったんですけど、ね、あ、よかったよかった道路も持ちながらは危ないかもしれないですねそのなんか危ないガソリンスタンドみたいにここに貼っておけばいいんじゃないですか、うん、あーあーそうもう触ってください自分で触るやつそうあれ絶対触らないと危ないあれ怖い、ね、雷とか危なくないのか雷ひょっとしたら一人で立ってたら来ちゃうかもしれないあまずいな今でもちょっとこれ被ってるから来るだろうなと思ってかかってるしなと思ってね、ゴムはね、絶縁体なんで、だから私ゴムをかぶってるんです、ね、なるほどなおそうですなんだめっちゃ納得したのに今そうですいやヘルメットよりも強力だと思って、はい、命を守るには、うん、ありがとうございます呪いではありませんでも、ね、確かに怖い話みたいだけど、ね、そうだな私メリーさんみたいなね、じゃないんですよ、怖い話じゃ結構静電気体質だから分かるけど、うん、そこまでじゃない、うん冬場にセーターとか着た時に、はい、電気を消してセーター脱ぐとバチ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 バお話とできねえやつだ、ね、そうできない、うん、それ本当は私だけですよ絶対うん聞いたことでも母も結構時期大切そうが遺伝なんですか、ね、母はあの電子レンジとかすぐ壊しちゃう、いますね確かにそう言われるとそういう人いますね家電ダメな方ね家電より強いんですよ家電より強い電池を持ってる強い電池を持ってるカセット電気すごい何代メーカーあらーすぐ壊れちゃうんで、すごいなじゃあちょっといいかじゃあ次のテーマに行ってみますか、はい、最近した初体験っていうテーマでーあの別に偉くなくていいんですけど言ってみたかっただけまあなんかやっぱりね皆さんも、まあ、決めちゃいが そこそこ あの年の方でありましたかあれあれあなた何歳だ私今26あそうだまあでもそこそこだよな、うん、はいまあそれぞれね一応ねあの四半世紀は生きているということで、うん、今最近した初体験みたいなのがあれば我々から見たりしてる何よもうあでも初体験生きたな生きた頑張った死なずに来れたなもう30まで生きれるか、うん、大丈夫意外にサクサクいくよ多分、うん、サクサクそっからはすごいよ早いよ早いよ加速しますよね年齢ってね本当にそうよ30代も楽しいよそうですね、楽しそうだなと思って、うん、楽しかったよあはい、過去になってた、はい、あそうだ、初体験だな初体験、ありますか、うん、初体験どうしよう、私まだ別にあるけど、私ばっかり言ってる大丈夫、大丈夫、ゆうじこさん、ゆうじこさんの初体験聞きたやばい、ちょっと待って聞いたら今ドアラに、ドアラからドアラ、ドアラですねドアラ、ドアラドアラ、ドアラ、ドアラ、ドアラそれはもう本望ですあ、私が聞いてないってことでなんか楽しかったんだあ、そうかそうかごめんなさい今ね、ハマってる、ドアラにハマってるそうでしたゆるキャラに初めて、人生で初めてドアラってすごいよな、曲げちゃうとご飯もらえないんだよなそうなんですかあの、まあでもツイッターでなんだけどツイッターで非公式でドアラの人形にあのドラゴンズが勝てばドアラにまたご飯を渡してて人形にで曲げるとドアラはあのご飯がこうお預けになっちゃって倒れてる、倒れてるめちゃ、うん、あれ面白い面白いそうドアラに飯をつってみんながドラゴンズを応援する子になと思って今小松さんよく頑張ってほしい、ねそううんはい、楽しがってるけどすごいかわいそうあらあでも探せばすぐ出てくるよ、はい、すぐ出てくる、はい、泣いちゃうそうかドアラに飯あげてくださいってもう全然中日自体は好きじゃないからセーブですからねどっちでもいいそうだなご飯あげてってなっちゃうねうん、うん、なんか初体験はないですか、まあ、最近ではないですけど、はい、こう30代後半になって初めて、うん、あの野球を始めたっていう、うん、あそうか自分でもねやる方にね好きではあったけどそうずっとやりたいなとは思ってたけど、うんやったのは初めてで、はい、それまでこうプロ野球とかテレビで見てて、うん、
もっと簡単だと思ってたんですよ野球って。だからそうテレビとか見ながらこうエラーとかすると、うん、ふざけんなよとかすごいめちゃくちゃ言ってたんですよ、ね、今はもう早く投げないからとかすごい言ってたけど、でもやってみてもうめちゃくちゃ難しいって分かって、うん、今はもう全てがナイスプレーだと思ってます。なるほど、やってみて分かる。もう全部本当にもうただのセカンドゴロの送球とかも全部もうすごいプレーだなって今思えるようになったことが、あ、野球やってよかったなって思いました。ポジションどこなんですか？ポジション一応あの補欠なので決まってはないんですけど補欠だけ熱くかばって補欠結構人数余ってるんで、あ、はい、そうなんだ。でも守るとしたらセカンド、肩元だ、はい、セカンド肩ないと肩がちゃんと、あ、肩でも弱めでもいけるんですよ。 あのファーストにまあ、大体ファーストに投げることが多いので、はい、そうか、そうか、セカンドは近いので、うん、ショートとかサードだと肩強い人がいますね。へー、うん、はい、すごい初体験。島田さんの初体験。私、はい、初体験というかなんか、うん、ずっと一人暮らしをしていて、うん、ワンルームにずっと住んでるんで、うん、ワンルームって、まあ、自由じゃないですか自分のいろいろで、うん、で最近なんか急に思い立ってスリッパ生活を始めたんですよ。お、フローリングなんですか？一応フローリングなんですけど、うん、ただほら玄関からベッドまで5歩ぐらいしかないのにスリッパ生活をしてみようと思ってなんか3歩歩いて脱ぐみたいな生活を今してて、うん、なんか必要あるのかなと思うんですけど、でもやっぱスリッパ履くとなると今特に夏場って裸足で靴履いたりするじゃないですか、サンダルとか、なんかそれでスリッパを履きたくないから、まず最初に玄関にドライマって入ったら、うん、裸足のままお風呂場に行って足をまず最初洗うんですよ。で玄関に戻ってスリッパを履いて3歩歩いてベッドに行ってるんですけど、うん、なんかそのスリッパを家で履く習慣がなんかちょっとなんだろう、和室しか経験してない子が洋室に住んだ時の浮かれ感みたいなのがあって。わかります、わかります。なんか地べたに座らなくなりました家の中で、今までソファー荷物置きだったのがちゃんとソファー座ろうみたいな、うん、なんか今すごい私の中ではあの一人暮らしも結構してるんですけど、うん、ちょっと新鮮なんですよ、毎日が初めて。スリッパも靴もいらないな。靴裸足かも。あ、そうだ、ね、靴もなんか、いや外は履きますね、怪我しちゃうから。できるならなんかその地に足つけてたいというか、はい、なんでその靴下も嫌なんです私。下手したら冬でも靴下履いてない時があるんですよ。でもお客さんに怒られました、足冷やしちゃダメだって。まあそうね、足首が首ってついてるとこ冷やしたら来るよ、30代で来るよ。じゃあもうそろそろもうそう、またそろそろいやスリッパ考えられないですね。いや私もあんまり実家でも実はあんまりスリッパ履いてなかったから、なんか人生で一番今スリッパ履いてる。憧れるな。憧れるでしょ、なんかスリッパ生活。うん、なんかね、おしゃれな感じはしますけどね。西洋っぽい感じ。そう、そうなんですよ。ただいまって入るの一人なのにって入りません？一人暮らしでもただいまって言います、言いますよね、うん、それは言わないよ。言わないよ、ですよ。あ、じゃあ心が満たされてるんですか？そういうこと。そうなんですか。私ただいまとお帰り自分で言いますもん。お帰りまでワンセット。ワンセットで言います。すごい、それいいじゃん。じゃあお帰りようかな。言わない、言わない。ただいま、はい、お帰りって。はい、はい、はい、も言うんだ。ちょっとやろうけど。じゃあ言うようにします。なんかね、でもただいまやっぱだから女性の一人暮らしっていうのもあって、人がいる感を出したいっていうのも。あ、全然そんなのは考えたことなかったです。あ、そっか、なるほどなるほど。そうそうそう、危険があるから。明らかに暗い部屋ただいまって。あとちょっと悔しいっていうのありますね。隣の部屋とかにすごい人がいっぱい来てたりすると、はい、いやこっちもいるしみたいな、はい、こっちもいるし、一人じゃないしみたいな。それはわざと一人ごとよくやるの。宅配ピザを頼むときにわざとちょっと靴出したりとかするみたいに言いません？一人だけ。今日は別に一人で食べるわけじゃないですよみたいな。私ファミレスやります、それ。え、ファミレスですか？そう、ね、ネタ作りなんですけど、一人でやっぱいるじゃないですか。ドリンクバー頼むじゃない、うん、頼むときに私コップわざと2つ用意して、あの2つの種類飲むの入れて向かいの席に置いて、一つ置いてこうやって。いや怖いよそれ見れない人が。あいつトイレ行ってますよって。いやいや、ずっとトイレ帰ってこないから。なんか自分が食べ終わったやつをそっち置いて、で自分はドリンク置いてみたいな。したらこっちの人トイレ行ってますよみたいなので、じゃないとなんか長居しにくいし。いや、バレてるよ。店員さんバレてるよ。バレてますかね。いや、もう他のなんか庶民
他の人たちとかもあの子はずっと一人で何してんだろうって思われるよかは、うん、あなんか一人の人トイレ行ってんだなみたいな。いつ見てもトイレ行ってんだ大丈夫かな。ちょっと変に気取っちゃうんですよね。友達いますみたいな。一人でファミレスはありえないだろうっていう。ファミレスだし、ファミレスでも芸人さんネタ作りに行くじゃないですか結構、うん、あんまりね気にしないよ、ですよね。なんかやっぱね30超えるとね一人でも気にならなくなる、どこでも一人で絶対行けない場所ってありますよね。焼肉かな。ちょっとハードル高い。焼肉か、確かに焼肉はないかな。しゃぶしゃぶと焼肉加工系は、もう野球は見に行けないですね。一人で行かないですか野球。なんかせっかくなら誰かと見に行きたい。そういうことワイワイしたい。私結構野球一人で、あ本当ですか。はい、一人で内野で、なんか外野の盛り上がりを込みで見たい。そうですそうです。マイペースで。俯瞰して野球を見る。そうです。なんかあんまり誰がどうとかわかんないですけど、なんか俯瞰であの球場全体の空気を味わうみたいなのが好きで。ちょっと上にいる感じで。そうです。斜めから見てるみたいな感じ。ビール売りのお姉さんが好き。はい。あのビール売りのお姉さんで高校生やっぱ多いじゃないですか。だからね、ナイター行くとね、8時ぐらいで帰っちゃうんですよ。ビルリンの子、そんな遅いまでしかない。なんかそこでまとめ買いしてあげるんですよ。結果ぬるくなるって。なんでこんなことをしたんだろう。はい、じゃあここで、キミエちゃんがちょっと次のお仕事という、売れっ子、そうなんだ、売れっ子じゃないのよ。それでキミエちゃんのぜひですね、ここで宣伝をして。改めまして、キミエでした。ありがとうございました。この後ですね、この放送終わってからなんですけど22時から FM すみだリバーという、ラジオの曲の方で、ラジオ、レギュラーでやってるのでそっちを行ってきます。あのツイッターの方にあのユーストリームの URL とか、あともしかしたら今日パーソナリティさんがいらっしゃらないかもしれないのでなんか急遽一人でやるっぽくなってしまってるので、まあ気が向いたらツイキャスも同時配信するかもしれないで、まあ、すごいね、そんな自由なの。ここでやんなよ。あの一応他の番組受け持ってるやつなんで穴開けちゃうと結構迷惑かけちゃうので、とりあえずいきます。それでツイッターよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。えい、キミエちゃんでした。あ、そうだ、私あの今年中に2018人フォロワーいないとあのアカウントを消すみたいな企画をちょっとやってたりとかしてるので。現在は今何人？今1900。すごいじゃん。行くか行って。風船動かさないで怖いから。ごめんね。なんでよろしくお願いします。あとちょっとだ。皆さんコメントありがとうございました。皆さんフォローもよろしくお願いします。では失礼します。風で飛ばされねえように、電車がね動いてるのかなって。あのねすごいノロノロしてんだよ。ああ私もそれでだいぶ遅くなっちゃってな。じゃあちょっとだけずれますか。なんか真ん中がね、なんか真ん中があれだからね。はい、いや盛り上がりましたんで次のコーナーに行きたいと思います。小松さんごめんなさい、あのコーナー今からやりますんで、ついてきてください。よく見たら説明してないなって今気がつきました。じゃあ行きましょう。次のコーナーは3つの漢字でいい感じ。今気がついた、今これされなってたんだね、この台本。はい、ということでどういう企画と言いますと、あ、ボックスがないですね、ごめんなさい。あ、え、見えない、私の目には映らない。その上なんだ。あ、これか、あったごめんなさい、はい、今からですね、こちらのボックスの中から1枚こう紙を引いていただきまして、私が紙だ。紙の紙だったな。紙ね。何でもいいよ。はい、そこから紙で。ペーパーを引きまして、そのペーパーに書いてあるお題を3つの漢字で表現していただきます。例えば、よいしょ、お題が、ディズニーランドというお題の場合は、ディズニーを連想させる漢字一つずつですね、単語ではなく一つずつこんな感じで、ネズミ、夢、国みたいな感じで書いていただきます。はい、熟語になっちゃダメですよ、ここでなんかね、繋がったりとかなっちゃダメ。はい、そうですなるほどな、はい、あ、ですね、ディズニーみたいなのダメですよってことです。あー、なるほどな、はい、で、これで連想する答えをぜひ皆さんで当てていただきたいと思います。回答者は
うん、これを見ていただいてます視聴者の方、そしてこちらの会場にいらっしゃる3万人のお客様です。はい、桁が、はい、時間内で当ててもらえなかった人がなんと罰ゲームになりますので、時間の張り切っていきましょう。そうだ、我々は出題者になるのが、あ、そうです、一人一人が出題者になりますので、それのお題の漢字を考えて3つ書いて、それを当ててもらおう、当ててもらう、はい、そうです、なるべく当てれるような漢字3つを、そうで、もし漢字が分かんなくてもなんとなくニュアンスで書いたら伝わるかもしれないので、そこはぜひ、漢字分かんないのがバレバレになっちゃう、そうですね。ちょっとじゃあ誰からいきますか、これ、あ、キメちゃんが、はい、すいません、ミキネネコ、もう前取って書いちゃえるよ、はい、すいません、みんな20時から22時から聞いてね、うんうん、じゃあこっちから行きますか、誰から行きましょう、あ、でもどちらからか、じゃあ私から行きましょうか、うん、ちょっと日本ということで何か分かんないんで、これ何秒以内なんですかね、適当でいいですか、何秒以内でも適当でいいですか、はい、あ、見せたらいいな、うわ、あ、私も裏も気づく、見なきゃ、これむ、あ、まあいけるかな、答え、はい、じゃあこれ書いていいんですよね、でもこれちょっと難しいな、私ちょっと喋っててもらっていいですか、考えるの、はい、ちょっと喋っててもらっていいですか、ごめんなさい、はい、真面目に考えます、あ、じゃあ私 あの初体験の話、初体験の話ちょっと戻るけど、はい、私な、この間初めて難しいこれ、食レポロケを体験させてもらったの、あ、すごい、そう、でもね、あの有限会社アミパグサお世話になってるんですけども、はい、何月何日の何時何分にこのものを持って準備して行ってくださいっていうことだけ言われてて、うん、あの本当に数日前まであのテレビだっていうこと知らなかったの、そうで、テレビっつってもどこの局のテレビが何の番組かも知らなかったの、そんなことあるの、そう、そんなことある、そう、そう、本当にそうだったの、事務所おかしくない、ね、記事系の食レポってことですか、記事を書くみたいなことかと思ってた、まあでも何かロケで何か撮影するあの衣装を持ってってお酒飲みますっていうことが言われてて、お酒好きだから、で、あの秋田県のその飲み屋さんの居酒屋、そう、秋田県の居酒屋、飲み屋、食事をあのクリエイトしている東京都内の飲み屋さんに食レポに行きます、なるほど、でも私一人で成り立つはずがねえと思って、まあしょうがないから行ったの、行ってから台本をいただいたら、東京 MX の、はい、あのもや様のズンさんがやってそうな、はい、ズンさん版みたいなやつで、はい、ズンさんがメインになって、飲みマドンナっていう立ち位置に、必ず我々ぐらいの女芸人さんが必ず毎回一人来る、で秋田だから私が呼んでもらう、いい、すごいいいだよ、私の前の番組はあの捨て子さんだった、あ、そう、で捨てさんと私があのおい、はい、3回目と4回目をいっぺんに撮っていくからっつって、はい、テレコでどんどん撮っていったの、捨てさんいるからすごい安心したし、ズン、はい、さんがいるって前々から知ってたら超ビビってたから、うん、もう行くしかなかったからすごく楽に、でもズンさんは上手だからやってくださって、はい、すげえ楽しかったですっていう話、あ、はい、うん、なんか見えるのかな、まだね、放送してないんだ、あ、え、放送してないこと、こんなに言っちゃっていいの、まあでも内容、番組はほら、あの地域の飲み屋さんさえ行くっていうのは変わらずで、瀬さんはほら、富山の人だから、富山のお店に行ったんだよな、いいな、行きたいな、富山、そう、はい、だからいつか放送日まだ言われてねえんだけど、あの言ったら堂々と告知するので、ぜひご覧になってください、はい、はい、ありがとうございます、お待たせしました、結構、これ難しいね、難しいよ、じゃあ行きます、こちらです、頑張って連想してね、これ難しいね、猿飛びサスケ、あ、違います、あ、そっか、あれか、あ、そうだ、あ、じゃあね、視聴者の方にあれか、視聴者の方とね、あの、3万人のお客様とね、はい、3万個答え出てくるはずだから、当たりをきっと、何飛ぶと、はい、丸、これね、結構難しいなと思った、めっちゃ難しいな、わかんないちょっと怪しいな、怪しいな、あ、はい、はい、私言っていいの、うん、3万人の一人で、いるいるいる、パチンコ、違う、あー、確かにね、今当たりそうな感じだった、薄いな、わかんないな、なんだろう、思った、あ、手裏剣でもないんですよね、でも確かにそのヒント出したい、ヒント出したいけど、ヒント一個なんかジャンル聞きて、いいのこれ言ってもダメか、ブーメラン、あ、うん、当たりにくそうだから、ブーメラン、そうそうね、ブーメランも、まあ手裏剣とかブーメランとか、まあまあ多分この感じですよね、でもこの感じで連想してもらって全然、はい、ハンドスピナー、飛んでないし、飛んでないし、待ってない、待ってない、あ、そうか、あ、でもでも近い近い近いってか、近い、そっからそっから行ってください、そういうこと、そっからその形から行ってほしいな、わかった、あ、ドローン、あー、惜
しい惜しい惜しい、もっと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 大きくして、大きい、あの大きい、あー、今の大丈夫、大きくしてすごい、ヘリコプター、やったヘリコプター、だってヘリコプターの銃は何、プロペラの音が出すんだ、そういうやり方でいいの、これありなの、よくわかりますやった、やった、じゃあハンドスピナーでちょっとヒントになったの、だからこのね、このくるくる、素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございます、すごいよかったな、何曲か見てなかったけど、よくわかりました、こんな感じで皆さん、これ難しいよ、結構ね、難しいよ、何を引くかにありますね、いや結構難しい、漢字もさ、なかなか出てこないしさ、その感じが、そうなんだよ、なんかね、カタカナめっちゃ浮かぶんだけど、それ以外はあ、でもあんまり、そして意外に時間ないんだね、喋りすぎたんだね、はい、1周しかできないよ、あ、1周でもやるんだ、1周できる、はい、はい、できます、そう、よっぽど誰かが本当に全然出てこない限りは罰ゲーム全員になるかもしれないでも当たったんだからなら、あ、そうか、当たったからいいのか、うん、いいのか、で制限時間をさ、よくまだ考えてなかったずるしちゃった、制限時間難しい、その、なんかやっぱ考える時間、書き終わるまでね、そうそう、いますよ、見えたら怖いからちょっと、そうか、じゃあその間になんかもう一個ぐらい喋るとかあればいいの、ね、さっき捨ててこさんって言ったじゃないですか、うんうん、あ、そうか、みんないっぺんに考えればよかったのか、あ、でもそうするとみんな黙っちゃうか、うん、なんかあ、じゃあ2人行けばいいか、じゃあうちさんも聞いてあげてもらいましょうか、じゃあ小林さんマンツーで喋りましょうか、そうですね、はい、そういう感じで、そう、あの捨ててこさん、マキの捨ててこさん、私、うん、全くの同郷で、あの高校一緒なんですよ、うんうん、そう、高校が一緒で、あの本当に全然関係ない、まだピュアなティーネイジャー時代からの試合なんですけど、え、な、何歳差ぐらい、年齢1個、ああそうか、そうなんですよ、で、あのすごい今営業がね、ザ・ W 以降増えて、富山のイベントとかめちゃくちゃ行ってるのが超羨ましくて、うんうん、で一番羨ましかったのが、本当に地元の人なら誰でも知ってるスーパーの営業があったんですよ、で私はやっぱりその誰でもちっちゃい頃が物心ついた頃からずっと行ってるスーパーの営業激アツじゃないですか、うんうん、でも周りからしたら、え、あそこで営業来んのっていう、あのいわゆるスーパーローカルなスーパーすぎて、うん、私のテンションと周りのテンションが全然釣り合ってなくて、うん、興奮して地元の友達に、あそこで営業やるしよって言ったら、なんか逆効果になってしまった、すごい感が減ってしまったっていうお詫びをちょっと公開でしたから、ご本人には言った、ご本人にはまだ言って、言ってないのか、本人はねえめっちゃ一緒って言って、私と一緒のテンションです、うん、残念、藤子さんできました、できました、早い、じゃあ行きましょう藤子さん、はい、これ結構すぐ分かるんじゃないかな、あーすごい、あ、分かった、これすごくないですか、私も分かったかも、うん、もういいですか、行っちゃって瞬殺で、はい、どうぞ、どうする、正解です、すごい、もう一回水道、あー、そうだ、はい、そう、もう一個何にするか迷って、もう一個何との迷ってたんですか、なんか温かいとかにしちゃうと、でもなんか熟語だよって突っ込まれそうだなって思って、いや、これすごい、はい、勢いが良かったですね、じゃあ、うん、チョイス良かったです、すいません、あの、はい、あっという間に私の店がウォシュレットでございました、罰ゲーム回避、回避、じゃあ小松、今とか私が一番やばいのか、一番先、そうか、はい、時間もかからんのな、すいません、ね、2個引いちゃった、1個、じゃあ1個どこからポイってして、うちさん、いけます、行きます、でもちょっとわかりづらいかな、これあれ、おーっと、これは、うん、まんまだとなんかあれですけど、どっち、はい、お、フェイスブックじゃないです、フェイスブックではない、はい、はい、スマホ、正解、まんまじゃん、まんまじゃん、まんまじゃん、すごい、いけました、いけました、てか、やばい、これ私の、まんま書いた人がすごい、あ、もう書いた、あ、じゃあ私が書いた人だった、私がすごい、どうも、すごい、すごい人です、つまり、ひね、なんかひねって考えちゃったけど、そうなんだ、ね、なんで麺を選んだのか、てかヘリコプターの組織の、はい、麺で、スマホは、ああ、ヘリ麺、こんだけみんな簡単に答えられる、はい、お、じゃあ、今早いな、私一番悩んで一番伝わりづらいって言います、はい、はい、せーの、ドン、お、これ難しいな、あ、なるほど、よかった、そう、食い物、食い物、時間がね、時間がじゃない、私のやつ見せろって、もう一周、もう一周できる、なんとなく、本当にあれかなっていうのが一個、うん、どう、できないか、うん、次のコーナーの、バナナ、バナナ、まあ確かにね、どうですか、もしあのご覧の方も、うん、ぜひチョコバナナ、チョコバナナ、離れてください、バナナ関係ねえ、バナナ関係ねえ、ちょっとなんか悩んだけども、こう難しいな、そう、もっと書き手漢字ペアなんだよな、
あ、いっぱいあるんだ。いいな。足していいんだったら足しちゃいけない。言ってもいいんですかね。あ、え、はちみつ。あー、絶対当たると思ったのに。ってことは、もしや当たると思ったのに。え、言ったら、あれ、言っていいのかな。くまのプーさん。いや、違います。全然離れてる。食いもんっつったでしょ。人の話聞いてない。聞いてない今。え、食べ物なの？黒も黄色でしょ、黒でしょ。なんかね、勝手にね、甘納豆が今出てきてたらしい。これもしかしたらちょっと茶色になるかもしれない。茶色？茶色？まあ、まあ、茶色にしたって茶色で黄色。あ、違うか。甘茶。はい、ホットケーキ。あー、もう近い、近い、近い。そういうこと、そういうこと、そういうこと。そういう。パンケーキ。パン、あー、そこに近いわけじゃない。なんだっけ、名前出てこないや。あの、フレンチトースト。あー、あら、あのね、うん。丸ごとバーナクリームブリュレ。あーでもね、そのラインはちょっとトースト。あー甘くね、甘くね、プリン、プリン。あーでも、あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと、あー、プリン、そういうこと、そういうこと、でもプリンも当てはまるけど、プリンじゃない、茶色、焼きプリン、焼きプリン、チューセラス、プリンじゃない、プリンじゃない、クリームブリュレ。でもえ、意外に難しいな、これ。そのなんか薄めの茶色と大きめの黄色。まあ、プリンじゃん。じゃない。クリームブリュレでもない。ない。え、なんか両親が茶色って聞いてる。あ、でもあの素材は近い。素材は近い。レディーカステラ？あー、の？の？お好み焼き。まあ、違うか。どら焼き？あの、今一番近いのはベビーカステラが近かったけど。カステラ。でもー。あー、そうかそうか。なんでカステラ良かったの？モンブランもいただいてましたけど、カステラもそうですし、ね、難しかったな。難しい。さあ、ということは私とか小松さんですね。そうですね。ここ早かったですもんね。ね、じゃあちょっと3万人に行きますか。あ、でももう あのあれですよ、罰ゲーム対抗もう一回、もう一周はできないけど、2人でやればいい。2人で同じやつを2人で同じ。ああ、なるほどなるほど。ああ、それいいですね。じゃあちょっと同じのを2人で書くっていうのは。じゃあちょっと、ああ、でもそうするとも言われると一緒なのか。時間ない。いける？やっていいの？どっち？時間がないよね。分かった。じゃあどうしましょう。どっちか決めてもらえばいいですか。じゃあ罰ゲームを受ける、より伝わりづらかったのはどっちか、皆さんお願いします。お願いします。小松さん一球入ってます。小松だろうって。すでに小松だろうって入ってます。そうか。いきます。じゃあ3番目のゲストもいきますよ。しまうたが分かりづらかったと思う人。お、小松さんが分かりづらかったと思う人。あら、だめー。なんと小松さん、はい、ツイッターやってらっしゃいますか。はいはいはい。ツイッターのお名前をですね、はい、大村小町さんのお名前をですね、はい、このように連想するというよりはヤンキー漢字に今からやります、変えてしまおうかと。それで24時間その名前でツイッターをやっていただきたい。あ、なるほど。はい。ので、ちょっと出し合いましょう。大村小町、あ、めっちゃ長くなりますね、一文字ずつで言ったら。そうですね。じゃあ一文字ずついきましょうか。はい。おじゃあちょっと3万人のお客様、あとネットのお客さん、お、どういう感じがいいですか。ヤンキー感じで、お、何見えちゃうかな。三水も汚い。三水も汚い。汚い。じゃあもう一個、もう一個、もう一個、いいね、もう一個、お、あ、いいね、悪来ました。おお、ね、じゃあム、あ、一文字ずつやんのが。はい、ム、まあ、でも二文字でもいいですか。ム、ムってあんまないですね。うん、でもないっていう字があるな。あ、ないね。自分で言ったね。ラ、ラは一個しかないか。ラ、ラショウモル、ラショウモル、じゃあコ、コ、コ、あれですよ、個人面談の子、個人面談の子、かわいいや、なんか人間つく方、コ、コ、あ、すごいの来た、コマッチ来ましたね、あ、全部じゃあ時間的にあれなんで、いいですね、今日かっていう字、まるまるいただきます、すごい、かっこいい、ちょっと待って、ちょっとかっこいい。大村小町、うん、あいいね、かっこよかった。じゃあ小町さん、すみません、これをですね、今からちょっとツイッターの、はい、名前を変更して、これ、あっちじゃねえの、あ、こっちで、こっちで行きましょう、はい、うん、でもちょっと取っとかなかったな、あ、すみません、うん、ということで小町さんが準備してる間に次のコーナーの準備に行きたいと、はい、あ、これだったね、あ、ちなみにカステラ、カステラ、
私が書けない。ああ、でもこれはね結構難しい。そうね。あ、確か四、そうね、四角、四が四角に行かないですもんね。ね、数字の四つって思ってさっきの黄色でもいいかもしれない。あ、確かに、ね。なるほど。確かにね。私はなんかポルトガルみたいな感じでやっちゃうかもしれない。カステラ伝わってきたみたいな。ポルトガルどういう感じですか？なんだよ。見ないって書いてある。誰もわかんない。やんなくてよかった。以上。なんだっけ？コーナー見忘れちゃった。以上、3つの感じでいい感じでした。ありがとうございました。じゃあ次のコーナーに準備しますんで、小林さんちょっと変えてください。あの、どうしよう、電波繋がんねえんだよな。あ、そうだね、じゃあちょっと後で変えましょう。そうです、ね、では次のコーナーいきます。はい、ウルトラスーパーハイパージャンボジェンガ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 ということですね。今からですね、なんとこの場でパーティーゲームをやろうと思うんですが、ジェンガってわかりますか？名前の CM だけ見たことある。なんか棒をこうやって抜いてね、崩さないようにしていくやつなんですけど、なんと今日はですね、特別にこのスーパーでかいジェンガが、あ、すごいでかい。これ持ち上げるときに怖いですね。手伝ってもらっていいですか？せーの、いい感じよ。これをいきたいと思います。大きい。そうだ、これ、はい、箱がすごいな。そうです、これ神の箱でして、神の箱だから、だからもうそうすると私は神だの方になっちゃうから、神の箱ね。うちさんがうずらねえんだよ。そう、私全く映っておりません。ありがとうございます。まあ、一言だけちょっと言わせてもらっていいですか？はい、大きいのが好きなんでしょ。ということで、あの、やらせていただきたいと思います。はい、やりましょう。はい、ルールは簡単です。一つずつ、まあ、ピースを抜いて上に重ねていきます。上を3つずつ重ねていきます。ただし、利き手ではない方なので、はい、右手の方は左手でだけを使って抜いていきます。はい、皆さん右利きですか？はい、はい、じゃあ左手で皆さんいきましょう。はい、そして崩してしまった方が罰ゲームとなります。オッケー、抜くわよ。じゃあ誰からいきますか？じゃあ内さんからいきますか？ないんですか？一斉の方で最初に抜いて。ありがとうございます。じゃあ抜かせていただきます。はい、はい、これね、結構本当にでかいんですよね。伝わりますか？あ、出てきた。あ、出ちゃった。出ちゃった。そういう人しかいねえの。本当だ、健全な人が来た。はい、じゃあ小松さんいきますか？おい、はい、でもこういう、あ、私、あれ、右、左、こう、おい、下から、こういうことですね。はい、はい、真ん中、はい、一応ね、カメラがあっちなんで、小松さん、あの、お尻見せてから、死んだ。これちょっと、ちょっとくっつけるか、離すか、どっちか。離す、離すでしょうか。じゃあ、私行った方がいい、藤子さん、藤子さん行きましょうか。はい、真ん中か、真ん中なら大丈夫かな。で、真ん中がね、だいたい抜いていくと安心っていうのがありますよね。うん、で、あと放送時間がですね、あと13分なんですけど、はい、全然いけますよ。まあ、倒れなかったらこのままエンディングいきます。倒れないってことあるんですね。罰ゲームなしでね。確かに。みんなが意外と、あと天井がちょっと限られてるんで、はい、おお、え、これくっつけないんだ、ここの隙間は。このままいくんですか？くっつけ、あ、上トントンでしていいんですか？あ、していいんだ。へえ、ちょっと私がしちゃう。なるほど。セオリー通りに真ん中抜くか。じゃあちょっとセオリー通り抜いて、いいね、真ん中、あ、すぐ抜いて。あ、すごい出てきてる。いい。おめでとう。じゃあ引っ張るから。よいしょ、取れちゃった。こっちかな。はい、なるほどな。さあ2周目いきましょう。はい、やっぱここでしょ。はい、あ、なるほど。いいですね。まだあとこの半個真ん中。みんなちょっと冒険しないね。みんなちょっと冒険しないね。次冒険しようかな。はい。半個だと私の帽子危ない。これ、ね、誰かがね、ちょっとね、端っこをね、抜いちゃうと、もう一気に流れが。そういうことですね。そうそう、真ん中抜くと意外にみんな安定していくんで。こりゃ。安心だけどゲーム的には。そっか。そうそうそう。こっからよね。こっからです。こっから。抜き切っちゃった後よな。そうですそうです。無難な生き方しかできないんで、まあ、これ誰でグラってきますね。しかもね、今気が付いたけど、うん、そうそう、みんな静かに歩くか、静かに歩いた、静かにね、静かに歩いた。あ、すごいすごい、おお、これではダメだ、ちょっと沈黙しちゃうな、なんか真剣になっちゃうからね。今真ん中どこ残ってる、まあ、もう、あ、一番下からはもう綺麗に抜けてってるんだ、うんうん、じゃあ行っちゃおうかな。行っちゃう？行っちゃうの？行くの？行けんの？行くの？行けないかな？行けとこないよ。ちょっとね、引っかかり具合がね、どこまで乗ってるの？
なああむずいな、いけないかな。あ、すごく。あ、お。あ、あ、やばすごい。あ、いけた。いけたね。すごいすごいすごい。いけたね。いけたよ。いけたね。無事いけたよ。え、どう取ったっところ。無理だな。ちょっと。三周目です。無理だ、はい、もうわかんないや。やっぱり、ね、この変なとこ一個抜くとね、もう。え、そこ行っちゃう？あ、いけそう。すごい。そう。でもちょっと勇気やばいかも。両手、乗せるときは両手でもいいのかな？大丈夫？え、乗せるとき両手でもいいの？あ、すごい。じゃーん。ここやばいよ。ここやばい。あ、戻る気をつけて、戻る気をつけて。いやー、わかんねえな。すごいね、このジェンガ。やっぱこのサイズは結構盛り上がりますね。やばいよ、これ。危ない危ない、動きで揺れるな、これ。怖い、すごいですね。やばいよ、これ。これどこ抜いてほしいとかあったら。え、どこ抜いてほしい。分かりづらいよ、何段目の何個って。まあ、ないとか。いらない、確かに。あー、ちょっとすごい。まさかのカメラがちょっとドキッとしたじゃん。ドキッとした。軽いから結構普通のジェンガよりも引っ張られるんですよ、みんな。カメラ、ちょっと怖かった。まあまあまあ、よくいったね。お町さん、うまい、うまい、うわ、すごい、上手。うまい、うまい、そこよく行ったんだ。やば、自分が食いしめまくってるね。やだやだ、うん、これちょっと回ってきちゃうよ。これきちゃうね。これは、ここは抜いていいだ。あそこ大丈夫です、上から2段。なるほど。下、3段目以降は大丈夫。そこさっき小町さんが押したところ。ありがとうございます。あ、言っちゃった、そうだ。あ、これもう無理だ。なんかね、なんだろう。ちょっと厳しいんだよね。あ、助け合っちゃうんだよね、ここまで来たら。崩したくなくて、無理だよ、これだってここから下やったら絶対崩れますもんね。そう、そうなんですよ、だけど意外に、意外に見極めがわかんねえやろ、見極めがね。ここはダメか。あ、あ、あ、見つけた、いけた。あー、すごい、やばい、見つけちゃった。あ、ちょっと待って。あ、やばいやばいやばい。手離しても箱が落ちなかったらセーフ。あ、やばいやばいやばい。これ戻してもいいんですよね。戻してダメです。ああ、地獄だなこれ。乗せる時が大変。え？でも乗せる。この辺、この辺かな。あ、そうです。なるほど。さすがさすが。真ん中に。はあ。いたいたいた、すごい藤子さん。もう揺れてるもん。え、ちょっと待って、逆にさ。静かに歩きますね。すごいすごい、静かに歩きましょう。やだやだ、もう揺れたくない。絶対ダメだ、あれ抜いちゃう。今抜こうとしたやつ絶対ダメだ。ああ、そうなんです。これいけんじゃない？あ、全然無理、全然無理。全然無理だったもん。これどっからある？いや、これは無理だな。覚悟決める。こういうゲームなんだ。これ覚悟決めるしかないよね。これ難しいな。覚悟いるな。覚悟いる。これ島田さん決まっちゃったら私相当覚悟だな、これ。だね。あ、これいけんじゃない？やばい、いけるの見つかっちゃった。ほら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 、やばい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 。いけた、いけた。すごい、いや、やばいな、これもうやばいな、これやばい、これやばい、これやばいな、やばい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 。あかん。おー、やった、優しく抜いたよ。マジか、これはもうダメだ。言ってほしいのかなと思って考えてる。考えたから言ってほしい。ジェンガの話、ジェンガの話。そうです。いや、これもうダメだな。あ、一応あの説明しておきますけど、これ全部あの軽い段ボールなので崩れても大丈夫です。はい。おお、もうダメだ。もうダメだ。ダメだ。いっちゃう？そこ。もう意外に消そうな気もするんですよね。いや、これダメだよ。これ結構ダメ。あ、それダメだね。こっち、あ、こっち、人の。これダメ。そっち側もう抜いて。でも3段目までは抜いていいんですよ。逆に上って手もありますよ。いや、全然ダメ。上に行けば行くほどあれなのかな。全然ダメよ。私よく発見したな、これ。本当そう、本当そう。もうダメよ。ダメよ。おお。いや、これダメ、ダメダメダメ。いや、行けそうだ、行けそうだよ。いや、行ける行ける。ああ。すごい。行けた？行けた。あ、行けたわ。行けたけどちょっと。乗せちゃう、乗せちゃう。これね。オッケー。おお。すごい。行けちゃったわ。これはすごいね。これもうダメだ。これもうダメよ。これもうダメよ。
これすごい、この興奮が伝わってますでしょうか。押さえちゃダメよ、押さえちゃダメよ、押さえちゃダメよ、押さえちゃダメよ。でも意外に間に合った。いいの、今のありなの。ダメよ、押さえちゃダメよ。気持ちはすごい分かる。押さえちゃダメよ。気持ちが分かりすぎてダメって言えなかった今。これでもいけたらさ、藤子さんもあれですよ。もしこれでいけて、藤子さんが崩しても、はい、小町さんが罰ゲームですよ。そうだよ、よかったよかった。じゃあ、もうすぐ抜けた。おー、あー、いけた。いけたけど、これは。いけたけどね。これはいけたけどね。あー、すごい。いけたけど。もう芸術になってきたから。じゃあこれ多分ね、もうラストだと思うんで、ね。もう無理ですよね。思い切って言ってください。だってさっきのであれ、罰ゲームはもう小町さん。ズルしなければ絶対倒れてたわけですよ。そうよ、そうよ。しかも右手で言ってますね、もう。ルール無視じゃないのよ、これ。ジャッジよ、ジャッジ。二人ともジャッジよ。あれ、いいんじゃない、いけない。意外にすごい、すごい、これありだ、これはありだ。何、1個1台下に落ちたよ。これダメでしょ。だったらこれいけんじゃん。そうだな、そうだ、そんなんダメでしょよ。ダメでしょ、上乗せないよ、これ。ダメでしょ、上乗せないよ、これ。ね、すごい、すごい、すごい。見て、これすごい。ルール分かってんの？おかしいですよ、ね、まあ、エンディングまであと3分ぐらいなので意味が分からない大丈夫、おかしいでしょ、もうないでしょ、何やってんのこれ、すごくない、無理でしょ、すごいな、もう無理でしょ、最後の作業、え、だって無理じゃん、すごいな、もうダメだ、もう無理じゃないですか、もう無理だね、気持ちよくさ、一番綺麗に崩れるとこは抜くた、あ、すごい、いや、でもこれ押さえダメだ、いけるかい、上、2段の上なんだ、上に行っちゃってもいいの、ダメ、いいよ、いいよ、ここまで行ったら、上行っちゃっていい、 3列なら、あの後から3列はな、でもだって、ま、その下だって2個になっちゃってる、あれが間違ってるいけちゃう、これ、もうこのままエンディング行っていいかな、面白いから、そうですね、そうそう、誰か告知ありますか、告知あると告知言いながら抜いてください、告知しながら抜くっていう、そういうシステム、抜かないと告知できないのか、小町さん、じゃあ告知しながら、小町さん、何か告知あります、ね、大村小町のご案内というブログがありますので、はい、ぜひご覧になって全部来てください、お願いします、はい、ライブに来てくださいってことね、はい、これすごい、もうダメよ、小町さんさっきからダメだからね、そうだよあ、じゃあうちさんもマネージャーに告知を、ね、あ、はい、私もですね、まあ、ブログ、ツイッター、そしてね、最近フェイスブックもやってるんですけど、あのショールームという、ね、動画配信サイトを始めまして、ショールームただいまイベント開催中でございます、ぜひ、ね、あのツイッターにも、ね、ショールームの、ここがもう載ってますんで、ショールームうちのトークルーム見に来ていただきまして、あの星投げ、コメントカウントしていただきますと嬉しいです、よろしくお願いいたします、ゆりこさん、何かありますか、はい、どうもありがとうございましたもうトゥインクルコーポレーションという事務所に所属しておりますので、こちらの事務所ライブが毎月第1土曜日、9月だけは第2土曜日なんですけれども、今週末にあの下北空間リバティというところであるので、ぜひ来てください、よろしくお願いします、えい、ちょっと抜けちゃいそうなんだけど、え、嘘、え、怖い怖い怖い、もうダメよ、ダメよ、嘘でしょ、あとね、私島歌も、ツイッター、ブログ、なんだっけ、フェイスブック、そしてインスタ、インスタをね、10日前に始めまして、毎日それぞれで、あの今日の今日は何の日を断滅さんで言うという20秒、30秒ぐらいの動画を上げてますので、ぜひいずれかをフォローしていただけるとありがたいです。そしてライブも出てます、ショーパブも出てますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、あと1分ちょっとちょっと見守りたいと思います、これ。まさかのこんな白熱な実況で、私今ちょっと24時間テレビのおさらいぐらいのテンションが入ってます集中力が切れちゃう、下がね、上の重さで負けな、聞いて、ほらそこに最後、いよいよちょっと、いよいよあと1分、あと1分です、急がなきゃ、抜いてあ、もうこれダメだ、これ崩れる瞬間で終わればいいの、どっちこれダメだ、気になるね、もうないな、でも気持ちよくなんか抜けた瞬間に終わりたいね、あ、そこはちょっと、あ
でもないもんね。ないないない、もういやそんなおかしいでしょ。1個しかないと思って、だるま落としじゃないんだから。無理だ、無理でしょ。そうそう、無理でしょ。無理無理でしょ。無理無理無理でしょ。いやこれは、だってもうなんで1回触ってみる、無理だから。じゃあ、あと何秒、あと30秒。じゃあ、本日も皆様台風の中ですね、いろいろ台風の地域もある中ご覧いただいてありがとうございました。以上、なんだっけ、もうダメだ、言葉が出てこないよ。ということで、以上、寝言